皆さんこんこにちは本日も Google 社員による Google 検索オフィスアワーの時間となりました。本日お届けするのは私アナとなります、えー。今回もどうぞよろしくお願いします。 はい、えー、それではですね、えー、Google からのお,お願いから始めてまいりましょう。まずですね、えー、本 OfficeHour では、ハッシュタグ、えー、Google 検索 OfficeHour を使用しております。そのため、ご質問についてのご意見、ご感想、ある方いらっしゃいましたら、ぜひ、上記のハッシュタグ、 Google 検索オフィスアワーをつけて SNS に投稿してください、えー。そしてですね、ご紹介した記事のリンクなどは、まあ、本動画の概要欄に後ほど掲載する予定でございます。えー、またですね、えー、我々チームの励みとなりますので、もし、えー、こちらの動画気に入っていただけましたら、えー、チャンネル登録、高評,高評価の方どうぞよろしくお願いします。はい。 えー、ではー、グーグルからの、えー、お知らせ、えー、最新情報のお知らせに移っていきましょう。おーそうですね、えー、最近の主なブログ記事ということでして、えー、こちらの2件の記事が公開されております。えー、まず1点目ですね、えー、こっちにしようか グーグル検索での AVIF のサポートに関する記事が日本語版でもサーチセントラの方に上がっております内容としてはですね昨今 AVIF は Web で最もよく使用される画像形式の一つとなっていますとでこのたびそちらの形式が Google 検索でサポート対象のファイル形式となりましたと Google、まあ、画像検索に加えて Google 検索 の画像をを使使用すする場所で、まあ、をお,しあのお使いいただけますとで、そちらのファイルを Google がインデックスに登録できるようにするための、えー、特に何かあ必要なことがあるかということはあございませんので、まあ、そのままあ使用しておいていただければよいのかなと思います。 これが1点目の最新ブログ記事で2点目こちらまだ日本語の記事は上がってないみたいなんですけどもえそうですね「Google トレンドに関する新しい YouTube シリーズですねチュートリアルの開始をお知らせしておりますこちらダニエルがねやっているものとなっているんですけどもまあこのシリーズの目的としてはやっぱり「Google トレンド」をまあ最大限に活,躍活用をしていただくことかなと思ってます。 でこれらの動画のチュートリアルは Google トレンドのデータを活用したコンテンツ戦略だったり、まあ、マーケティングキャンペーン、えー、その他の、まあ、ユースケースを策定するのに役に立つと思いますので、えー、詳しくは、えー、こちらのブログだったりとか、まあ、直接動画のチュートリアル見ていただくのがいいのかなと思います。ありがとうございます、えー、さて、えー、それでは、ね、早速本題に移っていきましょう。 おこれはいらない高値かはい、えー、そうですね。えー ここからは通常の検索 Q&A に移っていきたいと思います。今回はですね、6件のご質問をいただいておりますので、1つずつ見ていこうと思っております。では、まず1点目のご質問に移りましょう。はい。ユーザーにあ隠しテキストと見なされる可能性とその影響に関するご質問をいただいております。ユーザーに新機能を知らせるため、UI 上に吹き出し通知を を表示するようにしたのですが隠しテキストと見,見なされないか心配ですで、吹き出しはローカルストレージを使って、えー、主会ユーザーを判定してまあ、5秒間だけ表示されます、えー、その後ディスプレイノンで非表示にしていますと で、えー、この実装は隠しテキストと見なされる可能性がありますか、えー、また Googlebot はローカルストレージを使用していることを認識できますかとのことですはい、えー、こちらですね、えー、ご質問をありがとうございますたまにねこういった隠しテキストだったりまあ隠しコンテンツの影響に関して質問されることがありますとおなんですけどもまあやっぱり一般的な回答としてはまず隠しテキストを実装したあの背景にある意図について 振り返るようお勧めしておりますえつまりですね、まあ、検索エンジンでのランキングを上げるために実装をしているのでなければあそのためだけにやっているわけではなければ特に問題はないかなと思っております。まあ、実際にねインターネット上にはね隠しテキストがたくさんありますし、まあ、実際にあの人々にとって役立っている場合っていうのもよくあるかなと思っております。 でえー、そのため、えーまあ、やっぱり今回の場合は隠し、まあ、テキストと見なされる可能性があるかどうかっていうことよりも、まあ、そのように判定された場合にも、まあ、問題があるかどうかに着目した方が良いのかなと、あのー、思いましたしあのチームでもそのような議論となりました。 でですねまあ、今回、ローカルストレージについて触れられておりますけれども、まあ、こちらはもう一度 URL 検査ツールなどで、えー、テストすることをお勧めしております。えーでね、今回の場合、多分、ステート、まあ、つまりその状態を保持することに関するご質問と思いました。でまあ、この点に関して言うと、まあ、私たちはクロール時にその状態、ステートを保持していません。えー、全てててののクローーールは、まあ、ユーザーが初めてサイトにに来たかのようにして 扱われております、えーまあ、別の言い方をすると、まあ、ローカルステレージ自体はサポートしているんだけどもそのセッション間でのサポートっていうのはあのステートを保持していないためにされておりませんっていうところなので、まあ、こちらあの辺のあり注意しながら今回の,あの実装に合っているか合っていないかみたいなところを再度確認していただくのが良いかなと思いました。ごご質問ありがとうございます はい、えー、それではね続いてのご質問に移りましょうーキーワードに合わない商品が検索結果に表示される件についてのご質問いただいております、えー、例えば T シャツという検索ワードに対する URL がキャップという検索ワードでヒットするようになりましたでサーチコンソールで見ると該当 URL はキャップのキーワードのマッチ ページに正規化したという文章がありましたキーワードと商品がマッチしていない url が検索結果に表示されるようになったので大変困っておりますパラメータで分けているのが良くないのでしょうかちなみにカノニカル設定は行っておりますとのことです、えー、こちらご質問ありがとうございますでねこちらの件なんですけどもまあ仕様上では必ずしも問題があるとは言えないかなと思っておりますというのもあのか 公式ドキュメントにもあこちらの公式ドキュメントにもある通りですねレルカノリカルリンクアノテーションというのは、まあ、指定された URL が正規ページになるべきことを強く示すシグナルではありますが、えー、絶対的な命令ということではありません、えー、ただですねこのようなあの事例があったあということ 意図しない検索結果が特定のキーワードに結びついていったというところはプロダクトチームにも共有いたしました。ご報告ありがとうございました。それでは続いてのご質問に移りましょう。ブロガーのページがインデックスされない件に関するご質問をいただいております。ブログサービスブロガーを利用させていただいておりますと。 でサーチコンソールにて PC 版 URL に対するクロール申請をするとリダイレクトエラーとなりスマートフォン版の URL に対して申請をした場合はクロールもされません。で情報収集したところ世の中的には Google 側のバグによってブロガーのブログ記事はインデックスされないという。 受け止めが一般的なようですがそういった認識でよろしいでしょうか、えー、もちろんできることならインデックスさせたく何か投稿でもできることがあればとも思うのですがいかがでしょうかとのことですこちらご質問ありがとうございます、えー、具体的なサイト情報が添えられていたため状況を確認することができました でですね、その上で質問者さんのサイトを確認してみたんですけどもそちらサイトにはインデックス登録されているページも多く存在いたしましたで今回お寄せいただいたようなブログのインデックス作成に関する問題について、まあ、私たちチームとしての認識としてはああのブロガーにはインデックス作成の必要がないような低品質のコンテンツがたくさんあるということに起因している と思っています、えー、そのためインデックス作成に関する一般的なあコメントになりますがあその世の中的な、あのー、受け止め方というよりかはやっぱりその、えー、サイト自体、えー、ページ自体コンテンツの品質を上げていただく必要があ,あるかなと思っております。はいでです、ね、そうですねやっぱり、あのーま もう1つ言えるとしたら、えーそうですね、私たちはすべてのページをインデックス登録するわけではありませんので、まあ、何か改善する場合にはあのサイト全体で取り組む必要があるかなと思っておりますしやっぱりあの各事象に関連する問題というのですかね。まあ、ブロガー でえー、サイト運営されている方の多くがこのようなあの事象に悩まされているというところからこういった受け止め方が、えー、と流れているのかなとは思いますけども、えーとそ,うですね、そういった事象に関連する問題は技術的なものではない,ないのに、まあ、何か分かりにくいあの技術的な問題があるとあの決めつけて あの決めつけないでいただけると良いかなと思いましたあのそうです、ね、ただ、えっと、今回のような事象もプロダクトチームには共有しておりますのでご共有ありがとうございました。はい えでは続いてのご質問に移りましょう。検索結果上のデザイン変更の最新情報に関するご質問をいただいております。8月に入り、検索結果の画面において、検索結果上で新たに検索をし、 結果表表示示さされれるるとににフェードで画面がが切り替わっって検索が表示されるようになったかと思いますこのような検索結果上のデザインの変更などが確認できるもしくは最新の情報を追うことは可能でしょうか検索エンジンの不具合などはステータスダッシュボードを見ればよいかと思いますがそのように確認できるサイトはございますかとのことです。ご質問ありがとうございます。 でですね、検査結果の UI デザイン面での変更についてなんですけどもそういったことを通知することはあの我々チームとしてはおそらくあまり意味がなくて、えー、検討をしておりません。というものもです、ね、あの例えばあの UI なんかでは AB テストが多数実施されているため、えー、UI の変更について分かりやすく言及することはできない。えー、例えば 1一つこういう更新をしましたアップデートをしましたといっても、まあ、そちらを発表した時期と同時に AB テストで全く違うような表示っていうのが他のユーザーさんに表示された場合にちょっとそこで混乱が起きたりとかそういったところは結構あることかなと思いますのでそういった意味で、えっと、あまり意味がないというかあの検討していないというようなあの状況 になっております、えー。ご理解いただけますでしょうか。フィードバックありがとうございました。はい。 では続いてのご質問に移りましょう、えー。多言語サイトでインデックスから外れた件に関するご質問いただいております、えー。多言語サイトを運営しており、多くのページが重複とみなされ、インデックスから外れました。日本語、英語、反対字反対字のコンテンツがあります。8月末からインデックスに問題が発生して困っております。複数の言語の翻訳を有するコンテンツで、ある特定の言語だけがインデックス に残りそれ以外外の言語ががインデックスから外されれる事象が発生しておりますそれぞれのページにはカノニカルが正しく入っています。また、H レフラングしては全て全ページに入っています。と。で、えー、とこれが反対時かな。反対時と英語のページが日本語のページと重複とみなされ、インデックスが消失しました。で 一方でこれは寒体児かな寒体児は異常なしという現象に見舞われております今なお現象が拡大しつつあります Google 公式ドキュメントを参考に何かしら不備がないか調査しましたが有効な対応策が見つかりません。お知恵をお借りできれば幸いでございますとのことです。はい、えー、ご質問ありがとうございます。で、えー、多くのページでインデックスから外れたとのことを、まあ、不安に思う気持ちいい分かります。えー、でですね本件では具体的なサイト情報が添えられてあったため状況を確認することができました。で、えー、その結果共有いただい いた具体的なページはいずれもインデックス登録されていることがわかりましたもしかしたらねあのご質問者さん質問したタイミングと我々があのデバッグしたタイミングで、えー あの問題の解決のタイムラグなんかもあったのかもしれません。えー、そのようにね、えー、場合によっては時間を要することがございます。でもしそのほか、えー、まだ問題が残っているなどありましたら、あまた改めてお寄せください。 それでは続いてのご質問に移りましょう。こちらのご質問、本日最後のご質問となっております。えー、Google 仕事検索での重複コンテンツに関するご質問をいただいております。 えー Google、仕事検索特に US 版では一つの求人情報に複数の選維先求人サイトが表示されユーザーザが選を自由に選べる状況のようですこれは同一の求人を各サイトが別々にインデックスしているためかと思いますが弊社の求人サイトではこういったケースではコンテンツの重複あるいはコピーページとみなされサイトの評価を下げられるのではないかとの 器具から求人詳細情報ページをインデックスする際は極力他サイトでの求人詳細ページと重複しないようなページを選んでインデックスしておりましたで一般論としてコンテンツの重複やコピーコンテンツは良くないものと思いますが長期のような複数求人サイト間における求人詳細ページの重複もサイト評価を下げる要因になり得るものでしょうか 下げる要因にならない場合、弊社のサイトの場合、求人詳細ページは数百万ページありますとで。その中には内容の薄いページも多々あります。重複がサイト評価低下の要因にならないとしても、そういった内容の薄いページを大量にインデックスさせようとすることは別のリスク 例えば、転避シーページばかりのサイトと見られるリスクだったりとか、クロールバジェットを浪費してしまうリスクなどがあるという認識でよいでしょうかとのことです、えー。ご質問ありがとうございます。 今回のケースのようなあコンテンツの重複に関して、まあ、サイトの評価を下げる要因になりうるものかという質問ですが、まあ、こういった場合この場合同様の,あの求人情報を掲載しても問題ないと思っています。えー、というのも求人情報には求人内容に関する、まあ、同じ情報があの含まれている必要があるからです。はい で、まあその上で内容の薄いページを大量にインデックスさせようとすることは別のリスクがあるかという質問に関しては、あのその可能性はあると考えております。もうすでにね質問者さんの方で目ドは立っているようですが。が、えー、例えば重複コンテンツに関する一般的なガイドラインであったりとか、あとはそうですね大規模サイトのクロールバージェットのドキュメント、そういった公式ドキュメントたちをあの確認していただく。 くのが良いかなと思いましたでねまたあの今回の回答は求人に限ったものではなくて、まあ、エントリー数がをあらゆる種類のサイトに一般的に当てはまる注意事項となるかなと考えております。ごご質問ありがとうございました ははい、えー、それではですすね、えー、以上となります、えー、皆さん今回も Google 検索オフィスアワーを楽しんでいただけましたでしょうか、あのー、次回、えー、Google 検索オフィスアワーは2024年、えー、10月31日かなを予定しております。 急に冷え込んできて、まあ、気づけばもう秋、そして今年もす残すことのところ四半期のみとなってしまいました。あっという間ですね、はい、で寒暖差に体調を崩される方も出てくるころかなとは思いますのでぜひそのあたり気をつけてお過ごしください。そしてですね、まあ、引き続き質問フォームはこちらからあの受け付けておりますのでこっちか、この辺、この辺。 おりますので、ご質問がある方はあぜひこちらからお寄せください。それではまた次回オフィスアワーでお会いするのを楽しみにしております。しております。それではまたぜひ見てくださいね。バイバーイ。